江戸時代後期、日本に飢饉の時代が訪れた。1830年代には天保の大飢饉が全国を襲い、人肉を食って飢えをしのぐ者が現れるほど悲惨な状態に陥った。全国で打ち壊しや百姓一揆が相次ぎ、大阪では大塩平八郎が立ち上がる。また、19世紀初頭は欧米列強の脅威が東アジアに到達した時代であった。開国を求める欧米に対し、幕府は異国船打ち払い令をもって対処するが、モリソン号事件での対応をめぐって幕府は批判されることになる。内憂外患にさらされる日本。老中水野忠邦は幕府を守るべく、改革を開始しようとしているが、その前途は多難である。砂漠化、尊王化、開国化、攘夷化。近代に接触した日本はこの危機の時代を乗り越え、その波に飲まれることなく、生き残ることができるだろうか？あの手この手を使ってやっと老中主座にまで上り詰めたけど、幕府、ボロボロすぎるだろ。この水野、天保の改革を完遂して絶対に幕府を立て直してみせるぜ。お前の改革は絶対に失敗すると堀田は思います。なんだてめえ。ということでこれからは堀田が幕政を指揮していくからよろしく。は？ではまずは若き解明派を登用。どうも、近々福山藩主になる予定の安倍正弘です。そしてさらに夕飯の力も借りるぜ。薩摩藩の次期藩主、島津成明じゃ。これで準備は完了だ。バンバン改革を進めてくぜ。何勝手なことしてくれてんねん。おい水野、早く日本の現状解説しろや。パラドゲー実況の始まりはプレイ国家の解説からと決まってるだろ。さっさとやれ。なんで雑用人みたいな扱いされてんの？俺。今回プレイするのは我らが日本、江戸幕府であります。ビッグ3バニラだと色々ガバガバな日本でより没入感あるプレイを楽しむべく、今回は日本を改善する多くのモッドを入れてプレイしています。詳しくは概要欄に書いとくぜ。幕府は現在、この水野忠邦を指導者とする砂漠派閥を中心に運営されており、現在の将軍は徳川家斉公であります。幕府派閥は非常に保守的で指導者の水野も伝統主義者なので、こいつらをどうにかしないと改革はできないぜ。いや、お前も幕府の一員だろ。合わせて8つの派閥があるが、最初は幕府一強状態。我々夕飯の発言力を上げてくれ。抗議生態、抗議世論。この職人という派閥はプロレタリア主義や平等主義を唱えてますね。歌川広重、かっこ社会主義者。日本の現在の人口は3080万人。これは世界第6位の数値で、日本は労働力に溢れています。一方、GDP は世界第10位。人口を考えれば貧弱であり、西洋に対する遅れを痛感するな。識字率は 21% しかなく、研究力は非常に低いです。おい、前作だともっと高かっただろ。ビッグ3の識字率は生活水準と学校制度の充実度で決まるので、非文明諸国の識字率はみんな同じくらい低いのだ。まあいいじゃん。列強のロシアも同じくらいだし。日本の政治制度はこんな感じです。経済伝統主義、濃度制、土地ベース課税。まあこのあたりは封建制から脱却できてない全国家が採用している法律ではあるが、日本特有なのが交易政策の孤立主義と移住政策の国境閉鎖だ。完全に鎖国。誰とも貿易できません。鎖国っつったって清、朝鮮、オランダとは交易してただろ。これにより、日本は自国だけで経済を完結させなければなりません。幸い、日本は鉱物資源も農業資源も豊富なので当分はアウタルキーでもどうにかなるでしょう。孤立主義には交易できない代わりに課税効率を上げる効果もある。一方で交易しないと市場が限定され、原材料輸入もできないので、当分は孤立主義を維持しつつ、国際競争に耐えられる経済を身につけてから開国するのが良いだろう。となると天保の改革にて最初にやるべき改革はどれになるだろう？課税効率を下げる経済政策の伝統主義はさっさと変えてしまいたいですな。社会技術の研究を進めないと代わりの経済政策が解禁されないのでまだ無理だ。となると税制改革、年貢のようなものは時代遅れ。欧米を参考に所得税を導入すべきかと。それも必要技術がないから無理。となるとどっから手をつけるんじゃ。幕府が全ての政策を決める時代は終わった。幕藩体制を新たな形で維持するためにも我々は抗議政体を導入します。素晴らしい。夕飯連合による新たな幕藩体制の出来上がりじゃ。ということで土地所有者投票制度を導入し、将軍のもとに諸侯会議を作る試みを開始します。この土地所有者投票って全地主に投票権与えられるのでは？諸侯会議じゃなくて普通に民選議員ができちゃうのでは？細けえことはいいんだよ。こっちは脳内保管しながらやってんだからうだうだ言うんじゃねえ。またこの改革を通すため、政府内に渡辺崋山率いる開国派の蘭学者派閥を加え入れる。万社の獄は起きません。こんな急進的に改革進めていって大丈夫なの？次は外交問題です。今回はモッドの力で蝦夷地全域が最初から日本の支配下にあり、琉球は日本の従属国として独立しています。とはいえ、ロシア人はいずれ樺太や北千島に入植してくるでしょう。となると我が国にとって脅威です。特に樺太は蝦夷地と陸続き判定なので、なら植民地化の技術を最初に研究してこっちが先に取ってやればいいんだぜ。ロシア人に樺太千島は譲れないぜ。でも北に植民してロシアが戦争を仕掛けてきたらどうするの？どうにかなるって、多分。ロシアは列強で一番技術水準低いし、大丈夫でしょ。日本はもっと低いんですが。不滅の真宗を信じろ。まあとりあえず、ロシアとロシアから守ってくれそうなイギリスと関係改善しとくわ。やっぱりひよってんじゃねえか。さて、次に内政問題ですが、我が国は人口が多すぎてほとんどの州で官僚が足りず、課税が非効率になっています。とはいえ、人口が多いということはそれだけ発展の余地があるということ。モッドで史実通りの人口に調整されて人口8万人しかいない蝦夷地を除けば、いくら産業を拡張しても問題ないほど労働力が余っておる。しかし、日本はあまりに貧乏だ。経済力がなく金もない。殖産興業、富国強兵が必要じゃ。ということでまず、建設局を5個増設し、建設の方式も木造から鉄と工具を必要とする鉄骨に変えます。うち鉄鉱山あるけど最初は採掘してないし、工具工場もないんですけど。問題ありません。建設費がクソ高くなりますし、建設効率ペナルティもつきますが、建設自体はできます。あと、建設効率が上がる道路整備の布告を関東に貼り付けとくぞ。そして拡張した建設局を使って鉄鉱山と工具工房を作り、建設費を安くしていくぞ。建設局は施設を作るためだけのものではなく、雇用と需要を作り出してくれる。建設局に金を注ぎ込む積極財政こそビッグ3の最適解なのだと認識しました。でも注ぎ込みすぎたら破産するよね。ただでさえ幕府財政はピンチなのよ。だから俺、天保の改革しようとしてるのよ。そんな問題増税してバンバン物品税かけていけばどうにかなるだろ。課税レベルマックス。奉仕、酒、タバコ、お茶に税金。おい。ただでさえ飢饉で一揆や打ち壊しが相次いでるのに、さらに国民生活を窮乏させたらもっと大規模な反乱が起きちゃうだろ。大丈夫、多少急進派が増えやすくなるだけだ。生活水準を最低にしちゃえば、そこからは上がる一方なので急進派は勝手に減っていきます。デメリットとしては国民が貧乏になって識字率が上がりにくくなるくらいだ。増税の結果、思ったより財政に余裕ができたので建設局は5個から3つ足して8個増やすことにした。そんなに増やして大丈夫か？さて、これで現状確認と準備は終わったので早速時間を進めていくぜ。全然俺が思い描いてたのと違う改革になっちゃったけど、本当に成功するんだろうか？すぐに結果が出るわけではないので見守りましょう。土地所有者投票の導入では将軍家成公が賛意を表明し、介入してきたぞ。たまげたなぁ。政務を側近に任せきりの家成公がわざわざ介入してくるとは思えないんですけど。まあこれで抗議生態に近づいたのでよし。日本は貿易ができないので我々はこの物価画面と向き合いながら生産を調整していく必要がある。鉄、工具、軟材とほとんど建設のための需要だな。施設を拡張するとそこで必要な資材の需要も増えるのでまた足りないものが出てくるでしょう。で、また需要が増えたものの生産量を増やして、という循環で経済はどんどん成長していく。よくわかる商品経済。鉄を掘るには工具が必要で、木を効率よく製材にするためにも工具が必要。工具は何にでも使うのでたくさん作ろう。赤いゾがもうなんかしてきたんですけど。これは止めようがないので仕方ないと堀田は思います。まだ植民地化の研究すら完了してないしね。樺太にも植民してきたようですし、北方は奪われそうですな。まあ、しゃあないか。後で取り返せばよいじゃろう。取り返せるんですか？水の忠国の腹心である鳥居養蔵が水戸藩主、成明公の腹心、藤田東子の妻を寝取ったみたいです。何してくれとんじゃ。鳥居ならやりそう。江川秀達や遠山景元だけでなく、水戸藩にも喧嘩を売っていくのか。とりあえず、辞任させといたわ。水野、珍しく英断。これで改革を邪魔する奴が一人消えたな。しかし、全くもって抗議生態が確立される気配がないな。最初は順調だった土地所有者投票制度の議論だが、完全に停滞している。成功確率が上がったり下がったりした結果、2% まで落ち込み全くもって成立の見込みはありません。これ早速改革とんざでは？おい水野、老中主座として責任取って辞任しろ。改革を主導してきたのはお前だろ。いい加減にしろ。おい。しかも一回収束したはずの天保の大飢饉が再燃してんじゃねえか。水野どうにかしろ。どうにもできねえよ。じゃあ辞任しろ。責任を俺に押し付けるな。ちなみに大飢饉イベントは生活水準が低いステートがあると発生します。大増税の結果、日本の生活水準は世界最低クラスなので、バンバン大飢饉が広がっていくわけだ。じゃあお前らの政策の結果じゃねえか。いや、全責任は改革を許可した老中主座の水野にあるので辞任しろ。許可した覚えはないんだけどな。研究ですが、植民地化の研究が完了した後は大学をアンロックする学術機関を研究します。板書調べ書を設置するぜ。大学を建設すると研究力が上がる上に改革派のインテリが増えるので改革がやりやすくなるぞ。ちなみに識字率が低いといくら大学を建てても研究力の上限値が低いので、識字率は大事だよ。最初から全く上がってないよね識字率。まだ開始数年やし。土地所有者投票、未だに全く成立の見込みがないですね。これ以上やっても時間の無駄だし、やめよう。蘭学者を政権から追い出して武士を引き込み、植民地最低重法を制定。でももうカラッと取られてんじゃん。植民地化法採用する意味ある？ロシアが南下してくるならこっちも南方進出だろ。南洋諸島、価値はないですがロマンはあります。南洋だけでなく頑張ればアフリカまで行けるだろ。それもう鎖国してないよね。植民地化法には搾取と最低重があるが、多分日本みたいに人口が多い国で、本国に編入する前提のプレイなら、移住求心力が上がる最低重の方が良いのではないかと思う。最低重なら開け満蒙、行け満州へができるわけだ。一方搾取はプランテーションを効率的に経営できるが、日本は本国にたくさんプランテーション建てれるので、日本で手に入らない農業資源はコーヒーとゴムくらいだ。ちなみに日本は移住法が国境閉鎖です。国境閉鎖だと国家間移住が禁じられるだけに思えますが、実際は国内移動も起きないようです。じゃあ最低10も意味ないじゃん。ダメじゃん。そのうち開国するから大丈夫。有り余った労働力をさっさと南方に移住させたいぜ。そんなことしなくても大飢饉で人口減ってますよ。最初から成功確率の高かった植民地方はすぐに制定できたぞ。よし。早速植民開始や。一気に入植しすぎると効率が下がるのでとりあえずミクロネシアに入植しました。南洋庁を設立しなきゃ。鎖国政策、もう破綻してますよね。次は画期的な改革です。奉行所が担っている役割のうち、警察活動を独立させ、新たなる様式の専門的な警察機構を作り上げます。これで幕府派閥の影響力を下げることができるぜ。なあ、どんどん幕府を弱らせようとしてないか？幕府というか支給派を弱らせているだけなんで。この法律に反発してるの幕府派閥だけだしね。しかし、この法律も運悪く全く通らないのであった。クソ。幕府派閥の水野が抵抗するせいで全く通らないぜ。お前本当に天保の改革完遂する気あるの？いや、まあ私も色々板挟みにあってまして。単純に運が悪いですね。仕方ありません。もうすでに1844年、天保も終わりを迎えました。ここは私が老中主座となり、改革を引き継ぎましょう。よう言うた。水野はクビ。ということで水野は失脚しました。ふざけんな。余生は隠居&蟄居で過ごしてくださいね。なんでこんなことに。こうして天保の改革は失敗に終わった。天保の改革の全責任を押し付けられた老中水野忠邦。後悔の改元とともに彼は失脚した。天保は飢饉と頓挫した改革の時代。何十万もの人口減少が起きた停滞の時代として記録された。しかし、後の歴史を考えれば、この時代に現代日本の基礎ができたのかもしれない。大増税は国民を苦しめたが、積極財政は確かに経済成長を生んだのである。新たに幕政を主導することになったのは安倍政弘。この若き老中はボロボロの幕府を立て直すことができるのだろうか？